貫く。はっ、せい、さ、飛ぶ。切り裂く。
joke. Hup! Ikita! Hup! Stay!
闇夜の鱗粉、視界の花弁、そして精霊の雨露、よろしい、すべて揃っています。ここからは私にお任せください。薬品を調合し、黒の書のすすをすべて取り除きます。他に手伝うことはある？調合は素人には無理ですよ。それに手が荒れてしまいますからね。明日にまたいらしてください。完全修復された黒の書を渡します。代金も払わなくていいの？これは私の命を救っていただいたその恩返しの品ですから、気にせずお納めくださいな。またなんか言ってきやがったの？親愛なるシスターアーナスへ。繰り返しになるが、どちらかが本物でどちらかが偽物だ。この意味はわかるの？お前のブラザーより。今回の手紙は外れだな。ハルカード教授もロイドも教皇庁からの助っ人じゃない。あいつらは欲深くて頑丈なただの人間だ。欲深っ推進。そろそろ血が欲しくなる頃だろう。チョコレートで紛らわすにも限界がある。意地を張らずに強行長を頼る。余計なお世話だってのは。まったく。開かない。リュリューティス、なんか入れたのかな？いいえ、あなたです。金に目がくらんで、あなたが盗んだに決まっています。俺が人様のものに手を出すとしたら、寂しくしている美人妻だけだ。どうしたの？こいつが黒の書を盗んだんです。こいつが人を泥棒呼ばわりするんだ。黒の書がなくなった？薬品で魔法の炎の効果を打ち消して、あとは一晩水でさらして乾かすだけだったのに。修復を失敗して引っ込みがつかなくなっただけじゃないのか？じゃなきゃ偽物だったから、1リブラにもならないほどのクズ商品だったか？違います。黒の書、本物の聖典です。 100% 間違いないです。どうして言い切れるの？チラッと見えたんですよ。焼け焦げが剥がれ落ちた後のページを。あれは絵の写しでした。そう、聖女が夜の君を封じた物語を描いた聖戦の壁画。先生さ、それマジで言ってるのかい？本物だったら超重要文化財だぜ。それで聖女はどうやって夜の君を封じてたの？それが肝心なところを見ていないんですよね。千人の聖騎士団による戦いとか、聖女が祭壇に上がるところなんかはちらっと見たんですけど。ほら、私って好きなものを一番後に食べるタイプじゃないですか。後のお楽しみにとっておこうと思って。
お前の好物の食べ方なんぞ知るか。アホだな。先に見ちゃえばよかったのに。くそ！くそ！リュリーティスを助ける方法が分かったかもしれないのに。アーナス様。残念でしたね、アーナス様。ですが、警告はあったと思いますよ。黒手紙のことか。亡くなってしまったのは仕方ありません。そのようなものに頼らず、聖女を守るお務めを果たしてください。わかってるさ。
お呼び。それ。どうしたジョーちゃん。そんな悩んだ表情なんかして。いや、いつも買い物してるけど商品が変わり映えしないなと思って。ここは小さな島だからな。周りが海だとどうしても入荷できるものが限られちまうんだよな。毎回同じところから入荷しなくてもいいんじゃない？例えばもっと遠くの国からとかさ。遠くの国か。それじゃああいつに頼んでみるか。あいつ？知り合いの交易商人さ。世界中を旅しているやつで、たまに土産を頼んだりするんだ。結構面白い品を持ってくるんだぜ。交易商人か。それじゃあお願いできるかな。ただしあいつは変わり者だからな。どんなものかは保証できねえぞ。大丈夫だよね。黒の書なんて初めからなかったんじゃないのか。ま、世間知らずの学者先生だ。そのさあ、俺様の何が欲しい？商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。取引せ商人を。これでいいんだな。じゃな。お呼び。Kjell Olsen Isel Kjell Olsen Isel Frie We love you with this Fem places Place now Who wants to be born? Loyal you days CRP area! わたしのことなら気にしないで。アーナス様が守ってくれてるだけで心強いもの。歌う狼、うごめく森、雲のアーナスさん、私と勝負してみませんか。なんだよ、めんどくさいな、やぶから棒に。めんどくさい2回言わないでくださいよ。幻の邪妖の半年勝負です。アーナスさんが勝てば私は二度とあなたには付きまといま。
乗った。なぜ即答。まあいいでしょう。私が勝ったら助手になってもらいます。いいですね。構わないよ。部屋には何重にも鍵をかけていたんですが、プロの泥棒と同宿じゃ仕方ありません。こんなことならリュリーディスさんの金庫をお借りすればよかった。過ぎたことは致し方ありません。アーナスさん、あいつにはたかる方向で行きましょう。浄化開始。
近いんだ。運転それでもこの立派な駅を見りゃわかる。ここには世界中の富が集まっている。各国なぜならここが人類の最前線だから。お金や品物を送りつけるだけで戦った気になられてもな。口しか出さねえ連中よりはあるかもしれん。今から？でも、もう夜だよ。手持ちの品が寂しいままに嬢ちゃんを送り出すわけにはいかねえだろう。じゃあ、北斗酸味の混じり合う深い味わい、そして何よりこの苦味、爽やかな香りにクリーミーなミルク、そしてたっぷり5つの角砂糖。ミルクティーは譲れません。だいたい何やってるのか分かったけど。よく来たな嬢ちゃん。支配人がホテル客の需要に合わせて嗜好品の品揃えを一新すると決めたんだ。そこで今日こそは我がコーヒー糖が甘っとるい紅茶糖をぶっ倒しメニューを占拠する。そうは問屋がおろしません。我が紅茶糖が苦いコーヒー糖を駆逐してカフェを独占してみせますぞ。
コーヒーと紅茶で予算の取り合いしてるのか。で、どうやって勝敗をつけるのさ。そりゃもちろんこれだ。さあ飲んでくれ、俺のブラック。さあ飲んでください、私のミルクティー。やだ。そこ、やだじゃない。そうですよ、我々アーナスさんを待ち伏せして紅茶と泥水入れて待ってたんですよ。飲まないなんてあーた、そんな。そこ、さらっと泥水言うな。このとにかくジョージャンにそのもろ固形砂糖も飲んでもらわんと勝負がつかん。固形じゃなくて溶けてるでしょこれ。このうっとりと心誘われる柔らかな甘さがどうしてわからないんですか。ドバ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 砂糖入れといて何が心誘われるだ。魂が、はあ、この舌のしびれほぼほぼ拷問じゃないですか。これ何の罰ゲームですか。ロイドのコーヒーは苦すぎるし、教授の紅茶は激甘だし、これさ混ぜて調整したらいいんじゃない。よいしょっと。バカ、やめろジョージャン。アーナさん危ない。あれこうして不毛な戦いは終わった。だがこの世にコーヒー島と紅茶島がいる限り戦いが果てることはない。ホテルのメニューの飲み物が統一されるその日まで戦士たちに休息はない。さすがはジョーちゃんだ。チョコレート島の資格を舐めてたぜ。ええ、一服持ってやりましょう。いざ出陣。支配人、頑張れ。あれ、おかしいな、故障かな。どうしたの猫ちゃん、今日はやけにご機嫌じゃない。来てくれたのね、アーナス。リュリーです。こいつはいつもの黒猫だな。夜の君の血を集めてきてくれたのね。でもごめんなさい、私は魔剣の担当じゃないの。ちょっと待って、君リュリーティス。ここは妖魔世界と地上界の狭間、夢の世界。私はリュリーティスの見ている夢、夢の中。君がリュリーティスの夢。そっか、それで雰囲気が違うんだね。そんなに違うかしら。落ち着いててお姉さんっぽいし、なんだかいつもより綺麗だ。
あれ？夢の中では嘘がつけないって言うけれど、アーナスったら素直すぎるわ。現実のリュリーティスも綺麗だよ。どうしよう、怒らせちゃったかな。心配しないで、夢は目覚めるときに忘れてしまうの。それに、なんだ、花たちが散り始めてる。夢が残念だな。もっと君とおしゃべりしたかったのに。あのね、アーナス、夢って目覚めたら忘れてしまうの。だから私たち誰からも自由なのよ。現実、つまりね、現実では話せないこともここでなら話せるのよ。あまり時間はないけれど、あなたの質問に一つだけ答えてあげる。リュリーティス、君のことを聞きたい。君は聖女が危険なものだってわからなかったわけじゃないだろう。私、知らなかったの。この世界がとうの昔に終わりを迎えてるってこと。遠い昔に夜の君が世界を明けない夜で包もうとして、覚めぬ夢は死にも等しくて、その常しえの夜を止めるために代々の聖女たちが封印を施してきたなんて。私たちが生きてきたこの世界が誰かの犠牲の上にあるなら、私もそれをするべきだと思うわ。これが私の気持ちよ。そこまで知っているなら、君は聖女の役割を断るべきだ。どうして。あら、冷たいのね、アーナスがそんなこと言うなんて。言うさ。教皇庁は信用がおけない。あいつらは人の弱みにつけ込んで人生を根こそぎ奪い取るような輩だ。大体君は聖女の封印が何なのか教えてもら。ああ、もう終わりみたいね。あなたの声がよく。待って、君にはまだ聞かなきゃならないことがある。君は夜の君をどうやって封じるか知ってるの？夜の君を封じた代々の聖女がその後どんな目に遭ったのかを。指輪。指輪って、君がくれた指輪のこと？あの指輪がどうしたの？リュリーティス！指輪、指輪って言ってた。あの指輪ならいつも持ち歩いているけど。いつの間に。親愛なるシスターへ、教皇庁からたった一つの事実をお前に確認させるようにとの伝言だ。新聖女は全て承知している。全て承知し、聖女となる覚悟をした。だそうだ。混ざり者としてさすらってきたお前に生きる意味を与えたのは教皇庁だ。その恩に応えてみせろ。くれぐれもグランマを裏切るなよ。お前の唯一の味方であるブラザーより。リュリーティスが全ては承知しているって、どういうことだよ。なんだか変な夢見てたみたい。アーナス、お帰りなさい。どうしたの？
君はこんなところにいちゃいけない。この島を出るんだ。アーネス、私はもうあなたが知るルリーティスじゃないの。もうあの頃の私じゃないの。明日も青き祭壇を探しに蛇妖狩りに向かうのでしょ。少し瑠璃です。君は知っていたんだね。世界を守るため聖女が犠牲になるって。君は全て知って引き受けたんだ。全てを知って覚悟して、私に黙って見てろって。いいえ、これ以上隠していてはあの子の心は離れてしまったことでしょう。真実を知らせるには良いタイミングでした。愛する者を差し出すために守る、夜の君を探し求めるこの旅は、あの子と聖女の別れの旅でもあるのです。私は適切な段階を踏んであの子を育てているつもりですよ。これはその第一段階。まあ妹思いだこと。ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。ヨルドに血を奉納する？これでよしと。何だ？エージェントアーナス、その剣を、妖魔の剣を。形が短剣の書ですね。妖魔の剣は血を集め、主を助けるための姿に変じるのです。エージェントアーナス、その妖魔の剣元。まあね。どうかしたのですか？いや、何でも。妖魔の剣と妖魔の霊槍、これで二つの力が揃いました。こうして血を集める限り、これから先も紫の血に見せられた血があなたに必要なものをかたどってゆくでしょう。うん。
時間ですね。手伝ってくれてありがとう。それが私の役目ですから。起きるか。おはよう。おはようございます、アーネス様。あの、アーネス様、時々徹夜しているみたいだけど大丈夫？蛇妖狩りは夜しかできないからね。昼間にたっぷり寝てるから平気さ。それは良くないわ。ええ、よくありませんね。なんだよ、二人して。私もカフェでお手伝いしたり、街でランチやショッピングしたりして、聖書以外の時間を楽しんでるのよ。え、てっきり教皇庁お膝元の監獄ホテルで半分囚われの身みたいなもんかと思ってた。当ホテルは監獄ではございませんよ。リュリーティス様も昼間はご自由に外出されておられます。もしかして怒ってる？いいえ、怒ってなどおりません。とにかくアーナス様にも蛇妖狩り以外の時間が必要だわ。昼の世界も体験しなくちゃ。ぜひともそうしてくださいませ。少なくとも当ホテルが監獄などというおぞましい考えは払拭されることでしょう。やっぱ怒ってるじゃん。ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。ヨルドに血を奉納する？これでよしと。エージェントアーナス、私に聞きたいことがある様子ですね。そりゃいろいろあるよ。世間的にはなんで夜の君が倒されたことになってるのかとか、他のエージェントは何をしてるのかとか。でもあんたたち教皇庁って
秘密主義っていうか、聞くだけ無駄っていうか、まともに答えてくれたことないじゃないか。忘れたのですか？ここは夢の中、嘘がつけない空間ですよ。いいの？そんなこと言って質問攻めにしちゃうよ。どうぞ。今さら聞くのも変だけど、教皇庁ってそもそも何なの？表向きは世界に飛散した青い血を蛇妖狩りによって回収し、安全に保管するための組織です。それも大切な仕事ですが、教皇庁の真の目的は夜の君を封じ続けることにあります。そのために教皇庁は聖女の末裔の発見とその保護に努めています。エージェント・アーネス、あなたがリュリーティスと出会ったのも偶然というわけではないのですよ。わかってるさ。サインはどちらか一つ。それじゃあ、聖女がどうやって選ばれるのか知りたい。聖女って結構昔の人だよね。その血筋がちゃんと残ってるかなんて、実際は怪しいもんじゃないの？リュリーティスだって直系の家柄じゃないだろうし。聖女に選ばれるのって何が決め手なの？確かに聖女に選ばれるのにはある重要な要素がありますが、それを知ってどうするつもりです？そりゃあその要素が台無しになればリュリーティスは聖女失格になるから。しまった夢の中でもあなたは輪をかけてバカ失礼、輪をかけて正直者ですね。バカって言ったな？今バカって言ったな？言いました。お詫び代わりに言っておきますが、リュリーティスが聖女に選ばれたのは彼女が邪妖を引きつける体質だからです。リュリーティスは妖魔に好かれる魂の持ち主なのですよ。こればっ、そっか、いいアイデアだと思ったんだけどな。時間ですね。うん、いろいろ聞けてよかったよ。ありがとう、ヨルドの巫女。私に礼など必要ありません。私は、まあ君にとってはそうなんだろうけどさ。それでは次のデスタンで。なんだお前か、夢の中からついてきたのか。私にはわからないよ。犠牲になるってわかってて、どうしてリュリーティスは。何する、なんだよもう。どいつもこいつも勝手なんだから。どうしたの、アーナス様？アーナス様？そうか、勝手していいんだよな、私だって。何か言った？別に。だったら私も勝手にこのふざけた運命と戦わせてもらう。おはよう、ルリーティス。おはよう、アーネス。ずいぶんおしゃれしてるんだね。
出かけるなら送ろうか。気にしないで、友達と行くから。行ってきます。行ってらっしゃい。ユリーティス、君ってば、何もないところでどうしてそう見事に転べるのさ。君、運動神経ゼロっていうかマイナスなんだから、自分を疑って少し慎重に歩きなよ。ごめん、言い過ぎたかな。おかしくって、だってアーナスったら私のことを私よりも分かってるみたいなんだもの。そりゃルームメイト時代いろいろあったもの。おかげでまあ退屈しなかったけど。ねえアーナス、私たちが親友になったのは偶然だったと思う？え？あなたが教皇庁から私を守れと言われたように、私も何か言われてたとしたら。それは冗談よ。行ってきます。友達か。おはようございます、お嬢様。よう、おはよう、嬢ちゃん。おはようございます、アーナスさん。うさい。リュリーティスがいないと、こんなにむさ苦しくなるんだな、ここ。ええ、一気にダメンズ度が上がりましたからね。こいつと一緒にしないでもらいたい。この世に自分とよく似た人物は3人いると言いますが。魂の双子だ。やめてくれよ、ジョージャー。こんな怪しい先生と一緒にされちゃマジで立ち直れなくなる。怪しさであんたの右に出る者はいませんよ。私の黒の書どこにやったんです？しつこいな。俺じゃねえよ。それよりジョーちゃん、聞きたいことがあるんだが。あの金庫、リュリーティス城のだな。あーた、聖女の持ち物に手をつけようってんですか。呆れた。最低です。違う。防犯上の問題が気になって目にした金庫はこの手で開けなきゃ気が済まねえんだよ。そういうのを泥棒って言うんです。不法侵入者。いいから出てってください。アホ、本当にやる気なら黙ってやっちまうわ。俺が気になってるのはあの金庫が普通じゃないってことだ。かなりヤバい術がかかってる。手を出したもんは無事や済まねえぞ。場合によっては命も危ない。そんな風には見えなかったけど。だからこうして忠告してるんだ。もし金庫の中身に疑いを持ったとしても手出しするなよってな。疑い？考えたことはないか。黒の書が消えた時、このホテルの中で一番安全な隠し場所はどこかって。あなた、リュリーティスが黒の書を取ったっていうの？じゃあ俺と先生がホテルに来た日のことはどう説明する？なんで俺たちが教皇庁の電話に勝手に出られたんだ？邪魔者を消すためじゃなかったのか？まさかあれわざとですか？うーわー、これだから女子って怖いんですよね。うわ、女子の罠にはまっちゃうなんて。何喜
喜んでるのよ。童貞君だ、多めに見てやれ。グササリュリーティスが黒の書を盗む理由なんかない。あんたたちを消す理由もね。そうですよ、夜の君の封じ方が分からなくなって得をするのは妖魔たちじゃないんですか。まあ彼女が妖魔のスパイだなんてことなら話は別ですけど。え、嘘、え、そうなんですか。妖魔に味方する人間の少女なんて、それなんて美味しい未確認生物です。では早速リュリーティスさんも研究対象ということで。リュリーティスがスパイだっていうの。お嬢様落ち着いてください。あのお方からの伝言ではお二方のどちらかは偽物で。リュリーティスは、彼女は代々の聖女がそうしてきたように自分もこの世界を守るために。アーナス様どうせそんなことだろうと思った。巷じゃついに最後の聖女が現れたなんて噂で持ちきりだもんな。裏若き乙女を犠牲にしてまで守るような世界かってんだよ、アホクソ。でもまあ世界を生かすためなら人一人の命なんて安い犠牲なんでしょうな。本人としても世界を救うためと言われたら納得しやすいでしょうしね。あんたら勝手なこと。ああ、一言だもんな。でも、黒の書については別な見方もできるんだぜ。例えば、親友思いの誰かさんを危険な任務から遠ざけようとして小細工してるって線とかね。それは…お嬢様、あのお方に代わり新しい指令をお伝えします。しばらくエージェントの仕事は休みたい。よろしいのですか。今回の指令はある妖魔と接触し妖魔サイドの情報をつかむことですが、どうやらその妖魔、夜の君の封じ方について心当たりがある口ぶりだったそうですよ。それってリュリーティスを助ける方法が他にあるかもしれないってこと。ルースワール歌劇場を指定されています。行ってらっしゃいませ。罠だって可能性は考えないのかね。ええ、実に興味深いです。
城郭。どこかに夜の封じ方を知るようなHit! Hit! 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 Hit
またお前か。神出鬼没だな。ついてこいって。分かったよ。Yeah.
昔の人間たちは星と星をつないで夜空に大きな絵を描こうとしたの。一つ一つは意味をなさずとも、集うことで新たな意味を帯びることもある。我ら妖魔も人と結びつくことで新たな力を得られるやもしれん。教皇庁と接触する予定の妖魔ってあなたのことなの？聞きたいのは私の方よ。純血の妖魔との交渉人がどうして混ざり物のあなたなの？教皇庁の都合なんて知らない。ただ私は夜の封じ方を知りたいだけ。夜の封じ方ですって？それを聞くあなたは人間かしら、それとも妖魔かな？いずれにせよ試す必要がありそうだな。Yeah.
まだまだあっかけるあっへっへっへっなかなかやるねあったあったなかなかやるねあっもらったあったへっへっわっへっへっへっほっかりとるこんな邪妖と渡り合えるなんて。あ、だがせっかく集めた青市を吸わないとは妖魔でもないようだな。私は私よ。人間とか妖魔とかそんなことは関係ない。教皇庁のエージェントであることもね。ならば聞かせて。あなたは夜の君についてどこまで知っているのかしら。夜の君は、夜の君は夜の化身だと聞いてる。妖魔の多くが水や風や闇から生じたように、夜の君も夜から生じた夜の化身。そして夜は時間でもある。人の世の一日が昼と夜とでできている限り、夜の訪れを拒むのは不可能だ。そこまで理解しているならば、夜の味方が我らにとってどのような存在かもわかるだろう。夜はこの世界を闇の一色に染め上げる。そこで生きられるのは純潔の妖魔だけ。そんな奴が再び力を持っては我らも自由を奪われてしまうのだ。だったら夜の君を封じる手立てを教えて。聖女を犠牲にする以外の方法を。封じるのではないの。封じるのではダメなのよ。封じるのではなく。どうしたの。闇の蝶が集ってきただろう。私の中に流れる青吉が気づいたんだ。夜へ。だが言わねばならぬ。夜は封じるのではない。夜は倒すしかない。名を呼ぶ者降臨に、その名を認められればお前も夜とまみえるだろう。お帰りなさいませ、お嬢様。有用な情報はございましたか。邪妖を倒してからかわれただけ。それは残念でしたね。夜の封じ方さえわかればお嬢様の不安も消えるでしょうに。あるいはウェルカだよね。リュリーティスは戻ってる。
ええ、今日は珍しく早めにお休みになられましたよ。友達と遊んで疲れたんだろうね。ごちそうさま。ただいま。純血の妖魔相手に何を調べてきたの？起きてたの？それともそれ寝言？もうからかわないで。あなたが何を考えてるかなんて私わかるもの。何怒ってるのさ。友達と遊んできたんだろ。嫌なことでもあったの？黒猫ちゃん取ったくせに。友達ってあの猫のこと？ルルごめん。アーナスったらひどいわ。私のことなんかほったらかして一人で危険なことばっかり。危険なことなんてないさ。ごまかさないで。純血の妖魔相手に夜の君の封じ方を聞いたんでしょ。私知ってるんだから。なんでわかるんだ。さては教皇長が。教皇長に聞かなくたってあなたが何を考えてるかなんて私わかるもの。夜の君は夜の化身、夜そのものなのよ。夜をどうにかするなんてできっこないわ。君が信じなくても私はやるよ。私が君を守る。どれだけ危険か分かってるの？相手は妖魔の中の妖魔、夜の君なのよ。なら君が聖女をやめればいい。世界なんて滅ぶに任せればいいんだ。そんなことならしょうがないじゃないか。相手が神様だろうが魔王だろうが私が君を守るよ。夜の君のことも聖女のこともずっと昔から決まっていたことなのよ。あなたが責任を感じることないじゃない。しょうがないさ。だって友達になっちゃったんだもの。あなたバカだわ。ルリーティス、どうして利用されてるのかわからないんだよ。ルリ、どうぞごゆっくり。何ですかあなたたち、朝っぱらから血は喧嘩ですか？バーカ、サワラの神にたたりなしだ。我がホテルの雰囲気が。
ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。ヨルドに血を奉納する？これでイワシッと。エージェントアーネス、今日は私から質問させてください。うん、構わないよ。ルースワール島の邪妖たちはなぜか人間や家畜を襲うよりも邪妖同士で食い合いをすることが多いのです。これまで外の世界で触れてきたものよりも、この島の青い地の方が格段に濃く、それゆえ危険も大きいでしょう。もったいぶった言い方しないでよ。何が聞きたいの？エージェントアーナス、あなたは青い地の支配にこのままずっと耐えられると思いますか？ここ夢の世界なんだもんな。正直に言うよ、自信はない。ロジエ・クロックが青い地を巻き上げるたびに高揚感に支配される。強さの源を手に入れている高揚感だよ。その地がもともとは夜の君の流した青い地だってのにね。だから私は油断してないよ。自分の中に溜まっていくこの地は自分を滅ぼす敵だと思ってる。アーネス、あなたのその苦しみを緩和できるなら血の提供を呼びかけることもできるのですよ。血の提供だって？そうです、彼女に新聖女リリーティスに血を分けてもらうことを提案しています。エージェントアーネス、あなたの意見を聞かせてください。断る。リリーティスから血をもらうなんて。そうでしょうね。あなたは彼女に心を奪われ、彼女もあなたに心を奪われているのですもの。それは聖女と聖騎士として望ましい関係ではあります。で、どういう意味？時々思うのですよ、あなたたちが互いを思うあまり自滅するのではないかと。そんなことにはならないと思うよ。リュリーディスのことは私が守るからね。だといいのですが。時間ですね。リュリーティスの血をもらう方が賢明だと私は思います。その必要はない。この話はこれきりにして。わかりました。それでは次のデスタンで。Thank you.
闘技。それではお嬢さん。そのカップケーキ、私の気持ちだから。ハート、ひび割れてる。いやはや女子というのは恐ろしいものですな。それでですね、アーナスさん、一つ提案があるのですが、気晴らしに私の研究を手伝ってみたりしちゃったりしてみませんか。口頭はある。さあ。お、嬢ちゃん。商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。これでいいんだな。取引成立。
じゃあな、嬢ちゃん。お嬢様、実は折り入ってお話がございます。この依頼がどうしたの？前もってお断りいたしますが、あまり愉快な依頼ではございません。事件がすでに起きており、失われたものも流れた月日ももはや取り戻すことができません。それでもよろしければ引き受けていただきたいのです。事件は10年前に遡ります。とある貴族のご令嬢、仮にエル嬢が忽然と姿を消しました。身代金の要求などもなかったことから、この事件はエル嬢による自発的な失踪と判断され、捜査は打ち切られました。ここまでが一般に知られる事件内容でございます。そしてここからが私が集めた情報です。うん。2年前、警察の組織が一新されました。組織の若返りを図ったとされています。だが、それはあくまで表向きの話。上層部のじいさん連中が各国からの支援金、妖魔対策費を使い込んで不正し放題だったって話だもんな。責任は全部部下に押し付けて、金と手柄は上司のものですか。組織、あんた変態先生なんかやってる割には人間らしい人並みの苦労ってのも味わってるんだな。そこ、人をゆるキャラみたいに言わない。それとバカメガネーズはほっといて、話を進めて。くそ、ごう。その組織改革の際、新たな資料が流出したのですが、その中にエル城の失踪事件があったのね。過去100年、およそ10年に一度の割合で同様の事件が起きていると分かりました。100年。支配人さん、その10年に一度というのはもしかして？ちょうど聖女選出の時期に重なります。がぜん面白くなってきやがった。こちらが警察が流出した関係資料の品です。女性の手をかたどった彫刻で、おや、何か落ちましたね。仮面ですね。私の名はクリストフォロス、純血の闇の血族の一人。あいつか。支配人、この仮面も事件の関係資料なの？いいえ、資料は石の手だけです。仮面はどこかで紛れ込んだようでございますね。この石の手はエル城失踪後、ご家族に届けられたそうです。エル城のご家族はどうされているの？お話。エル城には姉妹がおりましたので、捜査打ち切りとともに島を離れました。今はどこへ移られたのか。姉妹を守るためか。賢明だな。聖女絡みに100年スケールなんて妖魔関係に決まっとりますからね。エル城の事件でもすでに10年前のこと。100年も続くこの事件に人間の寿命で挑むのは無理でございましょう。ですが、お嬢様なら、あるいは、申し訳ありません、こんな言い方をしてしまって。うん、はっきり言ってくれてよかった。この事件、私なりの長い目で見てみるよ。よろしくお願いします。石の手に仮面が添えられてた。多分クリスのものだ。あいつが待ってるとしたら。待てよ、この前会ったのは歌劇場だったな。行ってみるか。
100年間の継続に聖女絡みとなると、エル城失踪事件には妖魔が関係してるとみて、まず間違いないでしょうね。教授はどんな妖魔が絡んでると思う？そりゃあーた、聖女に恨みを持つ妖魔に決まってますよ。妖魔を魚に例えるなら、夜は海のようなものですからね。妖魔は夜がないと生息範囲が狭められる。魚と海の関係か。なる。聖女に止められた薄い夜じゃ妖魔も味気ないのでしょうよ。紅茶の茶葉もだいたい 4、5回使うと多少は色はつきますが、香りなんてもう飲めたもんじゃないですからね。ありがとう、教授の話分かりやすかった。アーナスさん、我がアルカド研究室はいつでも助手を募集しておりますぞ。茶葉を5回も使い回す研究室なんでしょ、遠慮しとくよ。ぐそ。連続霊場失踪事件か。なかなか面白くなってきやがったな。面白がるなんて悪趣味だ。ジョーちゃん、裏若き乙女のその一番の悩みは何だか知ってるか？ズバリ恋だ。はいはい。まあ聞け。霊場なんてのは金持ちから金持ちへ人身売買されてるようなもんだ。自由意志なんてありゃしねえ。エル城も望まぬ結婚を強いられたか、身分違いの恋人がいたか、どっちかだろう。それも説得力はあるけどさ、ロイドは妖魔絡みとは思わない。先生のお箱を取る気はないね。それに俺の案を信じる方がジョーちゃんにとっても楽だと思うぜ。エルジョーが死んでようが殺されてようが食われてようが、それが分かるまで駆け落ちだって思ってる方が気が楽だろ。そりゃお気遣いどうも。浄化開始。クリス、いるかな？その仮面、道案内してくれるのか？見える。さあ
シアルフィエリア。はっ。
建造物の邪妖化について調査中でして、この建物はいい研究対象なんですよ。例えばほれこの辺り、宝石っぽいでしょ。建築当初の姿から建材の変質が見られるんですよ。健全の変態、いや、ま、建造物の邪妖化については地味な研究でしたね。ろくな資料もない、私も手探りなんですよ。で、銀の髪飾り1点、ラピスの腕輪1点、真珠とレースの飾り襟1点。ま、こんなもんだろうな。また金儲けの話？トレジャーハントと言ってくれよ。ジョーちゃんは茶用狩りか？なんか入りようなもんはねえか。
浄化開始。何してるの？シッ、ジャヨ観察に決まってるでしょ。小悪魔系ジャヨは謎が多くてですね、血に触れた蛇がジャヨ化したものとも、古い武器がジャヨ化したものとも。どう見てもトカゲじゃん。他にもドラゴンが青い血に触れて小型化したという説もあり。いや、だからトカゲだって。イモリやヤモリの類かもしれず。さてはトカゲ苦手なのか。私を誰だと思っているんです。妖魔研究の第一人者アルカド教授ですよ。邪妖が苦手だなんて。あ、トカゲ。立て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 、やだ。苦手じゃん。カボイで一緒に行こう。
油断した。ハッとハッホッホッタッヘッヘッカイハッ。
しない。ブリッ